はい、どうも、ルイです。本日は、スプラトゥーン3についてちょっとお話ができたらいいかなと思ってるんですけども、今日はね、スプラトゥーン3のグッズがたくさん出始めてきたので、ちょっとみんなと一緒に見ていこうかなと思いまして。まあ、9月9日にスプラトゥーン3が出るんだけど、セブンイレブン限定で、スプラトゥーン3のくじがね、一番くじが、やれるそうなの、くじができるそうなので、まあ俺は、ちょっといっぱいやっていこうかなと思うんですけど、一番くじ自体をね、やろうと思ったのは、本当に中学生以来かな。全然くじとか好きなんだけど、お祭りのくじとかの人もすごい好きだし、なんなら全然当たらないんだけど、なんかセブンの一番くじはね、ラインナップだけ見て結局やらないっていうのが多かったんで。まずね、見ていただきたい。これ、A 賞。当たりかな？ A 賞で当たりだよね。イカとタコのブランケットクッション。まあ、膝掛けとか、寒い時に使えるブランケット。これがイカとタコか。タコかわいいな。で、ぶっちゃけ俺が一番欲しいのはこの B 賞の、縄張りバトルサウンドクロック。時計だね。デジタル時計。アラーム音がこれ、スプラトゥーン3の、曲らしい。メインテーマの曲らしいから、流れてきたら、戦わなきゃっていう気持ちで起きる可能性がある。これが、俺的に一番欲しい B 賞。で、次が C 賞で、ま、T シャツ。ま、デザインはスプラトゥーン3の T シャツ。で、次が D 賞。これね、某、ホエーランドに、あった、シャンプー、この、ソープディスペンサーってのを持ってるんだけど、それが、形が、うっふんの形で出てきたんだけど、もしかしたら、この、イカスソープディペンサーってやつは、うっふんってやつにちょっと似てる。やつかもしれない。ただ洗剤出すだけかもしれないけど。まあこれが D 賞。まあ別に欲しいよね。E 賞、次 E 賞です。縄張りバトルスタッキングカップっていうらしい。まあマグカップですね。F 賞が、まあここまで来るとね、当たりってよりかは、なんだろう。失礼だけど、外れ？あ、でもね、デザインは可愛いんですよ、デザインタオル。いろんなデザインあって。で、次、G 賞。あ、これ全部欲しいわ。全部集めた。ラバーキーホルダーコレクション。まあ、個人的には、小鮭の隣にある、これなんだ？鮭か？なんだ？シシャモさんか？これ欲しいな。で、全部、この、全部くじを引いて、最後の1個を引くと、ラストワン賞って言って、小鮭のぬいぐるみがもらえるらしいです。どんくらいの大きさかは、あ、でもこの写真通りか。写真通りの大きさなんだけど、小鮭のクッション欲しい人は最後まで引くのがいいのかな。俺多分最後まで引くと思うんですよ。小鮭のぬいぐるみを手に入れるまで俺は帰らない気がする。やだな、怖いな。怖いな。俺は一番口結構やると思うので、やってきたら後ほど動画にして、実写になるのかな。で、やっていきたいと思います。じゃ、楽しみにしておきましょう。